大学院メディアサイエンス専攻の沼崎です。 VR コンテンツは現在家庭用のみにとどまらず、専用のアミューズメント施設などに展開されています。私はプレイヤーが筐体に乗り込めるライド型 VR ゲームに関する研究を行っています。研究の目的はプレイヤーが小さな動きでもまるで大きく動いたかのような VR 体験を提供することです。これによってプレイヤーの安全を確保しながら楽しめる VR 体験を提供できると考えました。研究には自分たちが実際に作成したゲームを使用しています。私たちが作成したゲームは緩やかな渓流の四季折々の夜景を眺めるといった内容になっています。ちょっとゲームっぽくないかもしれませんが、こういった変わったゲームを使った実験や調査を行うことができます。東京工科大学では最先端のテクノロジーを自ら開発研究することができます。皆さんも東京工科大学から面白い未来を作りましょう。